ケンちゃんが好き。 いつまでも続くと信じていた時間。 カホリに見とれすぎ。 へえ、そんなに好きなんだ。 よせったら。 僕らはいつも隣を並んで歩いていた。 夏希は好きな人いないの？ 関君は？ あいつと私はね。 お隣さん。 バレバレだっつうの。 元気出しなよ。 無理。 無理でも。 だってお前に俺の気持ち分かるわけないじゃん。 ずっと一緒だと思っていた。 あの日 学園に彼がやってくるまでは。 スズーラ夏希さん、 あなたは10日間の出席停止になります。 京極がお前に何かした？ 母さんは どんな人でしたか？ わかるもん。大好きで苦しい気持ち。だからケンちゃんの気持ち私にはわかんないなんて言わないで。 時が過ぎて僕らは奇跡の意味を知る。狙われた学園。